皆さんこんばんは。海外銘柄の交渉スペシャリスト、林和元と申します。本日はですね、アメリカの株とかの業界で非常に有名なね、分析者でありますこのトム・リー氏がですね、今後10年以上ぐらいにね、渡って続く、上昇伝導になるんじゃないかということをね、示唆しておりまして、これがね、どういったことなのか、本日はですね、これについてご紹介してみたいと思います。本日の内容にご興味の方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツを始めたいと思います。 It's hard to be bearish on the stock market as risk-happy millionaires inherit $2 trillion per year fund starts Tom Lee said。 現時点ではですね、リスクをね、取ることをね、比較的好んでいるこのミレニアム世代の人たちがですね、年間でね、2兆ドルぐらいのですね、お金をこう流し込んでいるので、今のこの状態からですね、下降トレンドに株価がなっていくっていうのはちょっと考えにくいっていうのをね、彼が言っておりますと。So, trillions of dollars flowing to the restored millennials are set to boost the stock market fundamentals for years, says Fund Strat Tom Lee said。 まあね、かなり何兆ドルものですね、ミレニアム世代のね、お金、そしてミレニアム世代っていうのはですね、リスクに対して許容範囲がね、ブーマー世代のね、やっぱ高いわけですよ。そういう人たちのお金っていうのはどんどん今、ストックマーケットとかに入ってきて、いるため、どんどん上がっていくと。Lee identified four factors that show the scale of the generational wealth transfer underway. I do believe that both crypto and equity market are going to be powered by millennium. ARK investor Cathy Woods said last week, having previously cited Lee's work as evidence for the theory. 今のこの世代の人たちっていうですね、仮想通貨業界、それから株のね、成長をね、押し上げる源になっているということを言っております。何が言いたいかというとですね、やっぱりこう、millennials tend to prefer high risk assets like stocks and crypto。まあこのミレニアム世代というのはですね、昔のベイビーブーマーの方に比べてです、もちろん世代的にね、まだお金を稼げる時代ですから、また稼げばいいっていう形でですね、今からもうね、年金だけで生きていく団塊世代の人たちよりはですね、お金のリスクの許容範囲では高いと思いますし、あとはですね、昔と比べてロビンフッドとかね、そういうアプリが出てですね、株とか仮想通貨への投資っていうのがより身近なものになってきている昔のね、ベイビーブーマーの人たちよりもですね、そういった意味もあって、より多くのお金がね、今こう、仮想通貨業界、それから株業界にですね、入ってきていると。それを考えると、今ね、最高高値をこうずっとこう更新していますけれども、いつかクラッシュが来るとも言われてますけども、このトム・リーさん曰くはですね、クラッシュどころか、ここからまた数年、ここにですね、ブルーマーケット until 2038, this is possible base case ですね。2038年まで上昇トレンド、かっていうことに関して、これは十分可能性があるというふうに言ってますね。はい、ということでですね、団塊世代のベイビーブーマーズ are becoming a small relative share of the pool of the wealth, meaning the millennium asset preference will full structural shift。 今までの株式業界に入っているお金っていうのはですね、団塊世代の人たちのお金がメインだったんですけども、今後はね、その割合というのはだんだん少なくなっていって、より多くのミレニアム世代の人たちのお金が入ってくる。で、そういったミレニアム世代の人たちっていうのはですね、よりリスクに対して許容範囲が大きいため、どんどんね、お金が入ってくるってことをね、トム・イーさんは言っておりまして、もうすぐクラッシュが来るのではないのかというふうに言われてますけども、トム・イーさん曰く、それどころか2038年ぐらいまで上昇というのが続いていく可能性だってあるということをね、言っておるんですね。はい、常にですね、この市場にはですね、クラッシュが来る人っていう人もいれば、まだまだ続くという人がいますので、非常にね、我々投資家としてもどっちなんだというところがあると思うんですけども、いろんな情報をですね、分析して、どちらに起きてもいいようにですね、自己資金で許容範囲でですね、投資の方を続けていくというのがね、一番重要なんではないのかなというふうに思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツの方はですね、以上となります。本日のコンテンツは良かったと思っているところで、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.